片町スクランブルナイト、続いては夜の片町紹介。ありがとうございます。さあ、こちらもお久しぶりのお方をお迎えしております。はい、スタジオにはサムライヤバーのオーナー村田彦次さんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。たまに前田という感じでもやってます。はい、お願いします。石川県内お住まいの方にはもうすっかりおなじみ、前田ケジュールとしてね、はい、番組でも出させていただいたり、はい、そうそうそう、イベントでもねちょっと PR の方させていただいております。はい、だからね、村田彦次っていう名前よりも前田慶次郎さんっていう認識されてる方の方が多いかもしれない。あ、そうですね、うん、加賀小松だったら僕のこと弁慶って呼ぶ方もいます。勧進帳もさせていただく。はいはいはい。で、本業は、はい、盾というか、そうですね、ね、刀だったり舞踊チャンバラというか、はい、そういう所作は指導をする盾師という仕事で、うん、まあ、あとは舞踊のお仕事もやったり、はい、でこう、片町でお店ですね、サムライヤバーというバーも、あちらももうお店出して8年ほど経ちますかね。8年になりますか。8年9年ほどになります。すごい、ね、西川大橋の手前のね、はい、うん、バス停のあるところにバーンとバーンと慶次郎さんというか彦次さんというか、わかりづらいですよね。まあまあまあ、まあ、大丈夫です大丈夫です。でも今日若干侍率低めな感じで。そうですよ、もうね、今日自転車漕いでここまでもうすぐ来ました、ね、自転車侍です。今日自転車侍ちょっと汗かいてますけど、私服がすごい新鮮に見えます。確かに港さんと一緒にお仕事するときはね、基本僕いつも派手な侍ですもんね、かぶいてますもんね、はい、なんか新鮮ですね、こうやってお会いすると。すごい、そうですよ ね、違うところでお会いするなんて、なんかっていう。でも加藤殿も新鮮ですね。殿って言われた。突然侍率がアップしましたけれども、ね、お祭りであったり、そうそうそう、ね、あとはこう試合、そうです ね、うん、バスケの試合だったりサッカーの試合だったり、はい、かと思えばあの地域の消防団としてのね、はい、制服を見たりとかいろいろあるんですけれども、そう、みなともちゃんと彦次さんは、はい、番組で共演とかもされてて。そうなんですよ。そう、あれですよね、もう当初からいるのって私と慶次郎さんだけですよね。もうそうなりましたね。ですよね。フル株、気がつけばやわらもう10年になるんで。そうなんですよ、10年って長いですね。10年って長いっすよね。長いっす長いっす。ちょっと思い出すと怖いんで、あんま思い出さないように。今も楽しくそう、させていただいて、楽しく10年間、10年としてて、うわ、ちょっと親戚のおじちゃんみたいになるんですよ。いくつになったの？聞いちゃいます。失礼しました。僕もう40になったんですよ。おだからもうそう考えると40年間のうちの10年って、まあ、ありがたいなと思って、ね、でもこれからもまだちょっとね、こうどんどん加速していかんなんなという気持ちもあるんですけども、そうですね。で、まあ、そのサムライヤバー、はい、今日はね、片町でも人気のバーサムライヤバーについてのお話なんですけれども、はい、まあ、あの断るごとに前通ったりとかして、お元気にしとるかなと思いながら覗いてみると、赤い縁取りがあるね、はい、張り紙が貼ってあって、ええ、そう、出陣中のためってね。そんな風に書いてある。もう一人でやってるんでずっと、ええ、まあ、ちょっと外にね出て仕事の時はお店をちょっとクローズで、はい、という感じで、ちょっとわがままなではあるんですけども、いやいやいや、まあ、あのこういったお店も一つ一興として取ってもらえればいいかなと、はい、思っております。で、まあ、コロナの影響もあって、はい、そのまん延防止の間は休業なさってたりとかいう時期も結構ねありましたよね。そうですね、うん、まあ、もう1年半前から、まあ、そういう要請がある時はまあ、全て従って、はい、まあ、今も休業中なんですけども、今日ね発表された中だと全面解除ということなので、まあ、10月1日から、またちょっとこう片町の明るさというか、うん、そういうのをまた皆さんに感じていただけるようにしていこうと思います、うんうん、改めてこのサムライヤバーについて、はい、どんなお店かっていうところなんですけど、そうですね、うん、もう長細いバーで、まあ、ほとんどカウンターしかないお店で、まあ、一人でできる範囲の、はい、まあ、こじんまりとしたお店なんですけども、まあ、バス停の前なのでバス待ちとか、うん、まあ、タクシー待ちとか、まあ、ちょっと時間空いて1軒目と2軒目の間にとか、まあ、本当に使い勝手よく皆さんにお越しいただいてるんで、うん、まあ、中にはね、まあ、がっつり飲む方もいらっしゃるんですけど、うちとしては全然どういったパターンでも、うん、はい、嬉しいので、まあ、演技ラってやってます。そう、金沢だけにお言葉も雅じゃのうって、髪型はポニテですかって質問。あ、ポニーテールね。ポニーテール。あ、これなんていうのかな。お団子？お団子じゃないですかね。まあ普通に縛ってるだけで。茶筅曲げ？
ああそう言うと可愛いですね。でしたっけ、ね、ちょっと粋な感じで、あの織田信長はね雑にこう言うときは茶筅の上になってっていう話がありま、はい、あでもそうか前田慶次郎やった前田慶次郎じゃなかった。としては、僕自身がちょっとあのテンパなので、解説をするのが大変なんで、もう朝起きてもうバッてもう全部縛るっていうだけの、はい、すいませんちょっとテンパ侍です。自転車侍のテンパ侍そうあんま気づかれないんですけどね、もう縛ってるんで、うん、でそう侍やバーでは刀ではなく、はい、このシェイカーを振るう時もありますね、うん、はい、もうあの刀は店には置いておかないっていう、はい、よくあるんですかって聞かれるんですけど、いや危ないんで置いてませんっていう、で、まあ、刀シェイカーに持ち帰ってというかね、うん、まあ、あんまシェイカーも振らないんですけどじゃああれかステアボーかそう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 最近ねほらなんかハイボールとかでも多いじゃないですか、はい、ね、あんまシャガシャガするパターンも少ないんで、うん、もちろん言われたらしますよ、はい、めちゃくちゃしますよ、おびっくりするぐらい。そうなんだ、はい、そういう修行もいつの間にか修行というか、あの、まあ、お酒も好き で、はい、であそこの場を通して実はあの石川県の PR あのお店を出すその8年9年ほど前観光客の方もどんどんこう増えてこられたんで、うん、やっぱ PR したいなっていう気持ちもあったんで、あそこだったらこう分かりやすいというか、はいはいはい、ね、こう金劇パッションとして、まあ、分かりやすく、まあ、皆さんにもねこう長通ってるところでもあるんで、うん、いいかなと思って、なので基本あそこでシェイカー振るうの少なめで石川県の PR 喋ってます真面目。そうお土産のね聞かれたりとか、はいはい、明日能登行くんですけどどこいいですかとかね聞かれたりもするんで、観光案内所みたいな感じになってますよね。そうそう、観光案内所的なそんな風に捉えてもらっても全然嬉しいです、ね、でも僕だけじゃなくて、おそらく片町でお店されてる、ね、皆さんってやっぱ少なからずそういう経験あると思うんですよ。多分どのお店行っても石川県のことを聞けるというか、はいはい、観光のことであってもあのその他スケジュールのことであっても、うん、はい、なので片町は本当楽しいところだなといながら思います、はい、そのあたりはやっぱりこう町全体がその石川県のいいところを常に勉強して、でどこからかいらっしゃる皆さんに発信していくっていう、そういう気持ちを皆さん持ってるのね。いやこれはね、僕は本当すごいなと思うんですけど、ね、片町商店街で、片町でこうお仕事されてる皆さんの数ってやっぱ結構多い、はい、そしてやっぱ歴史もあるじゃないですか、うんうんうん、ってことは皆さんこう思いも結構詰まってる、うん、それを日々すごい感じるんですけども、うん、僕もねそこでお仕事させてもらってる一人としてこうなんかね侍としてのにぎわいっていうのも作れるんじゃないかなと思ったり、うん、まあ、いろんな角度あると思うんですけども、うん、もちろんお店としてもそうですけども、自分の活動としてもあの場を通して、楽しんでもらえればなんていう日々ですよ。加藤殿。だってもうテレビでね見ない日はないぐらいなんで。いやいや、すいません、ちょっと久しぶりに真面目なこと言って。結構すごい熱さが伝わってくるんですけど、ね、いつもねチャランポランでもないんですけどね。うん、真面目ですけど、ちょっと今日はちょっと真面目に固まるの、ね。いやでもやっぱり。控室ではすごい面白い方だったんで。そうなの、前室。前室ピーク前室ピーク、違う違う、本番のピーク、本番ピークですよね。そう、間違いない。そう、終わってからすぐ脱ぎますけど、ね、頑張ってもうすぐ脱いですぐ車乗って帰りますけど、ね、そうそう、あそうだ、はい、あのサムライヤバーではプレミアム商品券使えるんですかって。あ、はい、もちろんでございます。はい、はい、これはあのうちのビル金劇パッションでも全店でおそらく使えるようになっておるということで、うん、あの案内もありましたので、はい、ぜひこちらの方も活用いただければと思います。使えるでござる。はいはい、僕より侍言葉言いますね。いや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 、ちょっとあの感化されてござるよだいぶ感化されて、しかもそれが本当に侍言葉なのかどうかっていうところも微妙な感じなんですけども、はい、でイルさんからはね、はい、バーで出されるかどうかは分からないんですが、焼酎の五郎島、五郎島金時、はい、はい、他県の方に好評でしたよって、当店にも置いております。ありますか、はい、そうなんですか。やっぱりこう最近の SDGs じゃないですけど、こうなんですかね、地産地消というか、うん、ね、地元のものをやっぱりこう楽しんでいただくというかね、どうまたこれを紹介していくかっていうのも、うん、多分お店としては非常に重要なことだと思うので、うん、はい、もちろん地元のものは、はい、置いております、うん、ということでね、はい、地元の何観光情報を聞きたかったり、はい、お祭り情報を聞きたかったり、はい、いろんなことが聞きたかったり、はい、ご当地のもの食べたかったり飲みたかったり、もちろんです。という時にももうサムライヤバー、はい、もしなかったらば自転車で走ります。すぐ走ってあの買ってきますただね、あの地元の方でもちろんですけども、僕よりものすごい詳しい方いらっしゃるんですよ、そういう方にもこう僕
ね、こうたまに怒られるもするんですけど、うん、ちゃんと聞いて、まあ、勉強して、はい、自分のネタとしてまた他でお伝えできるようにという、うん、はい、こともやってますんで、また皆さんいろいろ教えてください。はい、何よりほら、ね、こうやって話してると分かると思うんですけど、めちゃ楽しいですから、うん、そうです ね、 ね本当に基本やっぱ人と話したりとか、はい、こう好きでしょ。あ、好きです。うん、はい、だってちゃんと目を見て喋っていただけるから嬉しいですよね、こちらも。はい、いや、侍ってね、あの日々日中結構僕お弟子さんとかにお稽古つけたりするんですけど、はい、その時はあんまり喋らないというか、あの気が散ると危ないんで怪我したりするんで、はい、その時はしっかりとも言葉少なにこう目だけでしっかりと肌を合わせてこうお稽古を進めるっていう、はい、いや、なんかイメージ湧かないですむしろそれがもう僕20年ぐらいやってますから、それが思うですから。そうなんです。もちろん喋るのもね、お話するのも、うん、はい、楽しんで好きですね。あとお祭りも大好きだし。そうなんですよ、ね、だからそれもやっぱり今ほらお祭りがね、このコロナの状況でちょっとこういつもだったらばおみこし担いでわっしょいわっしょい行くところが神事だけになったりとか、加藤殿のねお膝元である、まあ、石引き小達のね、はい、金沢神社のみこしも担いでもらったり、能登の方のね、うん、キリコの担ぎ手だったり、結構僕京都東京にもみこしを担ぎに行ったりもするんですよ。あっちゃこっちゃいますよね、肩貸してくれって言ったら、わかりましたっつってもうわーってすぐ行くんで、はい、それがないのね、さ、本当この一年ちょっと寂しくてしょうがないんですけども、なんかね、今日聞いた話だと金沢マラソンね、あったらいいなっていう、もうね、もうすぐですからね、やっぱ間もなくね、あれもやっぱ町の大きいにぎわいですからね、はいはいはい、ああいうのもまた本当にあってほしいなと思います。うん、港本も走ってましたよね。去年か一昨年か忘れましたけど走ってました。去年はやってないから、一昨年走ってましたね。僕びっくりしたんですよ。あ、見たんですか。会いましたよね。会いましたいや、そんなまずい言葉交わしたのに雨降、ちょっと小雨降ってて走ってて、お、港本さんやと思って。中継中でしたっけ。そう、中継中。あ、そうでした、そうでした。いや、俺本当にすごい方だなと思ってね、ストイックなね、方で一人で走ってました、雨の中、ね、寂しくいや、でも本当ね、またあのそういった大きな催し物もね、うん、また復活すると思いますので、そうですね、楽しくいきましょう。うん、間もなくいよいよですからね、はい、ぜひぜひサムライヤバーの方もお立ち寄りいただければというふうに思います。はい、じゃあ、サムライヤバーの基本情報、はい、営業時間および定休日、はい、まあ、10月以降のお話になるかな。はい、そうですね、はい、10月1日から、通常ですと、まあ、夕方6時から、オープンしておりまして、まあ、営業時間はだいたい日をまたぐぐらいなんですけども、うん、ちょっと様子見ながら少し、まあ、早めに閉める時期があるかなというふうに思っております。はい、で、定休日に関してはちょっと一人なもんで不定休なので、うん、まあ、空いてたらぜひ覗いていただければなと思います。よろしくお願いします。もう新型コロナウイルス感染対策もバッチリ、もちろんでございます。ございます。認証店であります。プレミアム商品券も使えます、はい、ということで、じゃあ慶次郎殿、はい、このスクランブルナイトをご覧の皆さんにですね、はい、一言最後メッセージお願いできますか。はい、仕事する僕らだけでなく楽しむ皆さんもですね、こう一緒になって片町をまた明るくしていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、最後真面目に締めていただきましたありがとうございました。ということで、ここではサムライヤバーのオーナー、村田彦司さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。